原田真さんの誕生日という曲をお送りしました。長渕剛、それから原田真二、はい、来ましたけど、はい、昭和路線のまっしぐらですけど、はい、次な何いきますか、ルースは。そうですね、はい、今日は一応あのルースと僕で3曲ずつ、はい、ワンステージね、はい、見しようかなと思って、ね、ね、はい、していこうかなと思ってますけども、はい、ルースが何か、はい、そうですね、ほなちょっと僕はと中口さんがもう一曲あるんですけどね、うん、じゃあそれをやります。はい、了解。あ、ここでめっちゃしておきたい話があるんですけど、はい、それすると本当にね、もう多分ね、終わるの8時ぐらいに次のステージ始まる時間になっちゃうんですけど、それ喋りたいやつやん、これ、うん、絶対喋るやつ。今が自分の中で旬かなと思って、これを逃してしまうとちょっと自分の中で色褪せてしまうかなと。聞いてもらっていいですか。あのね、まあ、ステージ始まる直前なんです。もう本当に20分ぐらい前のことなんですけども、はい、まあ本当あともう残り5分で本番ですよっていうので、はい、まあ、もう準備いいです、大丈夫ですねって、ほなじゃあそろそろ行きますよって言って、僕でちょっと喉がね、やっぱ最近急に、気温下がりまして、ちょっと乾燥してるのがちょっとイガイガするんですよ。はいはい、でやっぱちょっとお客様の前とかせいで、うんとかこうできないじゃないですか。なので、最近ですね、ちょっとお客様に蜂蜜もらいまして、蜂蜜はマヌカハニーってあれ高いんですよね。高いですよ。で僕もデパートで見かけて値段見てびっくりしました。はい、でまあそんな多分まあそこそこええやつでしょうね。そのまあこんな何ていうかな、インク瓶みたいなね、こういうまあちょっとボトルにこれぐらいのね、これぐらいのね、はい、四角いまあボトルに入ったやつをもらいまして、それをつけて、まあちょっとつけて舐めて喉を潤すと効くっていう気がする感じ。そうなんです、うん、それをだから本番前にちょっと今日は久しぶりのスズメ酒だから、うん、ちょっと気合入って裏返ったらもうごつかっこ悪いから、これは先に舐めとこうと思いまして、で本番5分前にね、こう舐めようと思ったら、横に来たジャンゴがすごい顔で見てるから、はいはい、っていう顔でこうで、ジャンゴは手元にワックスを持ってます。ワックスのこのこういう瓶がね、ほんでそうびっくりした顔してるから、僕もワックスを持ってると思ったんですって。出番前やから、ほんでまあ確かに僕もいつもまあオールディーズの時はリーゼントしてるんですけど、今日はねちょっとスンネ坂で、まあちょっと頭もこれでなんかちょっとかっこよくできるからええかなと思って、あんまりちょっとまあもうほんまにふんわりした感じで行こうかなと思ったんで、もうこれで僕は行くつもりだったんで、僕で手に持ってるのはマヌカハニーなんですよ。ただ同じタイミングで 5分前ですけどね、5分前にセットしようと思って、ちょうど2人鏡の前で並んでワックスを持ってきてつけようと思ったら、隣で同じようにつけようとしたやつが食べてるから食べたって、しかも端につけて食べたって、おかしいね。そうだから今日ちょっと僕なんかビン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 後ろが跳ねててね、はい、ほんで、まあ、ルースがまあ、その僕はワックスやったんで、ワックス出してきて、はいはい、でまあ、これは無言の圧力やってるんで、うん、だから僕がワックスを出してきたから、あ、お前もセットせえよっていうふうに言ってるのかなと思ったんですね。ああ、なるほど。で、まあ、もちろん僕もちゃんとセットするつもりで来てますよ、はい、ということで、まあ、ルイさんの横で鏡で、ね、ワックスを出したんですよね。はい、でパッとこう塗ろうかなと思ったら、うん、箸を入れてるんで、あ、なんかすごい高いやつなのかなと思って、箸につけたやつつけるんや今からちょっとずつ、あ、ルイスさん独特な何かがあるんやなと思って、ほんで見てたらクッて食べたんでしょ頭おかしいやつ、僕もほんま頭おかしいかなと思います、はい、まずワックスを箸につけて塗らないですけどね。まあ、よく聞いたらね、まあ、マヌカハニーやったという話、はい、そうです。まあ、僕もね、その今までそういう習慣がなかった、たまたま最近もらっただけなんで、はい、一緒にパームスプリングス毎日やってた時も、蜂蜜舐めたことなかったんです、はい、だから多分僕が舐める習慣があると思ってないから、まあ、ゆえのあれですね、こう箸でキューッと伸びたんですよ、はい、よう伸びましたね。僕のワックスももう伸びるやつに変えたんですか。俺のより伸びるなと思ったらスルスルスル
口に入れたのに僕椅子からこけそうだな、それびっくりした顔するわね、はい、という話がしたかったんです。どうもご清聴ありがとうございました。はい、それではジャンゴの番ですね。俺か、はい、では中渕剛の、バラード、一曲やります。 Don't cry my love と言います。抱き合っていても、
そうです。ドンカイマイラブ聞いていただきましたけど、はい、もうこの2人集まるとね、結構どっちも強し大好き人間なので、はい、結構、今日も何曲かやりたいのがあるんですけどね、はい、なるだけ、まあ、ちょっといろいろ入れていこうかなと思って、僕はちょっとあんまり歌ったこと歌う機会がないので、ちょっと一発、そうですね、僕も初めて聞きました、はい、これ歌うの、まあ、これも僕が、小学校から中学校ぐらいにかけてね、もう爆発的に売れた曲なんですけど、グレープっていうね、あ、はい、さだまさしさんがフォークのグループね、いらっしゃった、はい、でも好きな人は好きで、好きじゃない人はよう分からんっていうような、うん、まあ、そんな感じのポジションでね、中島みゆきグレープっていうと、うん、人前で公然と好きと言えないっていう、そういう時代がありまして、暗すぎるから、はい、そうなんですよ、そんな暗の聞いてんのみたいな感じでこう言われたりとかすると、はい、ビクってなったりとかよくありましたけどね、はい、まあ、この曲はもうそのグレープっていうその、グループの中でも、聞いた最初に聞いた時はね、うん、怖っと思ったんですけど、そうですね、ちょっとテーマがね、そういう精霊流すっていう、こう亡くなった方の、うん、ね、をこう思うっていう、はい、まあ、意味なの、そういう行事なんですけども、まあでもね、聞けば聞くほど、もうすごいいい曲で、まあ今日は、一曲こんな歌も入れてみようかなと思います。
これいい曲ですね。暗いですけども、まあ暗いですね。はい、じゃあもうどんどんいきましょうか。はい、はい、あと1曲ですね。そうですね、はい、どっちにしようか。あと1曲でずっと先行きましょうか。先行きましょう。そう以上、先行きましょうか。はい、すみません、相変わらずマイクを通して打ち合わせしております。皆様には何の言葉、先行きましょうかって何のことかと思いますよね。はい、はい、それでは、ワンステージ目は最後、じゃあ、あのチャゲンダスカのこちらも初期の曲で、はいはい、これもすずめ坂のね、まあ、デビューと言うんでしょう。そうですね、一番最初に1回の時にあのやったんですよ。僕ですね、はい、ドキドキの状態でね、お客さんはすずめ坂見るの初めてで、はい、こいつら何しようんやろうっていう視線を浴びながら、やりきった一曲でやったことを思い出します。それでは、参ります。Yeah.